おはようございます。2日目の朝ということで、はい、改めまして自転車芸人の大地です。そして、はい、ナスラゼのケイティです。いや、明らかに我々朝テンションですねザ朝のテンションで、まあまあ、リアルじゃないですか。リアルだね。逆にでこっから乗って、はい、体温まってきたらほら、はい、もう体もう起きてくるから、はい、今日どうするんですか。まあ朝なんで、はい、朝飯を食べたい。お腹満たしましょう。まずはちょっと目覚まさんと、はい、見てる人がお前ら何やる気あんのかって思われるから、はい、ね、はい、オッケー、行きましょう。行くぜ。いやでも本当に楽しかったです。昨日は楽しかった、はい、はしゃぎすぎたわ。あ、そのせいであれですか、ちょっと喉が。そうですね結構ずっと喋りながら走ってたもんないやそうなんですよ。あとはもう今日雨降らないことを願おう。そうですね、うん、そこはもう僕らの普段の本当にまずはこの朝ごはんの場所までちょっと期待してるからね、ケイティ。いや全然どんなハードルも超えていきます、その期待を。だんだん狭くなってきてこう卑怯感があるけど、はい、やっぱりね、ナスはこういうところにありがちなんで。出た、隠れた名店が。そう、名店こそ隠れがちみたいな。名店すぐ隠れたがるんで。隠れたがるよね、はい、さあそんなこと言ってるうちに、え、大自慢。何これか。こちらです。もう素敵やん。こういう場所やからさ、お子さんとかが来んのやろな。このぶら下がらないでくださいっていう鉄棒やと確かに思いがちやけど、子供やと絶対やりたいもんね前回りとかしたいからダメですよこれ。そうそうそう、違いますからね、はい、これはね。確かにね。じゃあちょっと行きますか。はい、ちょっとなんていうの、ここは。ついてきてください、僕に。お店の名前は読めますか。なんていうのこれ。コロネ、コロネさん。クーロンヌさんです。クーロンヌ、はい、いや何語なの。クーロンヌ最近あの引退されたピスタチオさんですかああ、うわっ、もうこっからなんかチラッと素敵なチラ見え窓。これ、え、はい、パンパン。さあ、オープンして。ああ、いい香りだ。おはようございます。ああ、いい香り。うわー、え、こんな種類朝から焼いてるんですか。朝からすごい量。ちょっともうな、輝いてるね。輝いてますよね。これで何、なんかおすすめとかあるの。あ、僕のおすすめ気になっちゃいます。いつも来てるんでしょ。だっていつも来てます。大体でも食べるの決まってるよね。決まってますね。あ、もうそれとそれとみたいな。え、何何何何ちょっと確かに俺気になってたの今これ一番人気、ソルティドッグって。僕あのカクテル、あ、そうですね、そうイメージはあったんですけど、はい、塩とレモンが効いてるので。クーロンヌさん来たらこれ。いや、エジからあるわ、ソルティドッグ。輝いてます。輝いてるもんいつも食べるのはソルティドッグ、はい、と、とフレンチトースト。え、めっちゃいくな。え、これもごっついね。はい、とっても美味しい。半分こしますか。じゃああ、1個もらってね、はい、切って2人で食べるのでいいですか。はい、ちょっとあれじゃ、じゃあいいですか、出してもらって。まあ、まあ、何ね、いいですか。ねえねえ、すいません。持ってたかな、あの裸でいいですか。やっぱ自転車乗ってる時はあんまね。そうです、皆さんね。そんなに。え、いやいや、そんなに。やめて、そのいや、お釣りくださいよチャリタビー。いやー、いいですね。カットしてあります。もうそう、2人で食べるってさっきちゃんと聞いててくれてて嬉しいじゃないですか、こういう心遣いも。いや、ありがとうございます。普段切ってくんないよ、なかなか本当にソルティドッグ、うん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 、うまい。これは一気に超えてました。うん、これもう、もう出る、もう出るよ、ここから。ドッグ？なんかこのほらソーセージもちょっとこうスパイスがさ入ってるんだけど、それがこの何フランスパンと塩味がちょうど合うね、うん。おかずパンの次はやっぱね、はい、ちょっとお菓子パン。お菓子パン。はい、朝はパン。分厚いね、朝はパン。
いただきます。超える？ちょっとサクッというこの表面の、うん、ね、染み込んださ、この卵とかバターがなんかそんなこう重い感じじゃないね、フレンチトースト、はい、心地よくなりました ね今で、こういうイートインスペースがあるのね、ちゃんとね、ここのお店はね。そうなんですよ、うん、こう寒い時はこうやって中で食べれたりとか、はい、で僕ら普段はこう暖かい時は外で食べることができるので、うん、あっちのテラスの方ね、はい、神戸が景色いいからいいよね、うん、天気のいい日はやっぱ外で、晴れた日はこの木々から光が差し込んで、こぼれちゃってね、こぼれて、こぼれ日が、こぼれ日で、あ、いいわ、気持ちいいんですよ、外で食べるのも。じゃあ、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。行ってきます。行ってきます。自分だけちゃんとお土産買ってんのやらしいよ、そういうの、はい、あら、ちょっとあれで、ケイディさん、はい、めちゃ雨ですよ、これ。大地さん、はい、なんかしました、なんかいや、やらかしました。いや、してないよそんなこと。いや、でもほら、もう今日朝から怪しいと言ってたやん。まあまあ、確かに。こう来る途中も、はい、これどうします。そうですね、ちょっと本当ならこっからまだまだ行きたいところとね、はい、いや、そうよ、走りたいところ、まだ2日目だってここまでしか来てないからね、なんですけど、うん、ちょっと次の目的地は、はい、別日で行ってもいいですか。別日撮影を。別日でもいいですか。いいでしょう。ありがとうございます。もうここは飲みましょう。申し訳ないです。チャリ旅。いや、ケイティ、はい、やっぱりちょっとこう晴れた日に走ったらやっぱ気持ちいい、正解だね。そうですね、結局やっぱ那須は晴れてる日が一番いいです。じゃあこのまま次のポイント向かいましょう。行っちゃいましょう。あ、また景色が変わって最高、気持ちいいな。気持ちいいっすよね。のどかだわ。いや、すごいな。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、こういうのも。いいじゃないですか。やっぱ橋通るたんびにちょっとテンション上がるわ橋大好き。橋好きですね。橋好き芸人でした。橋好きですね。あれ、大地さん、あ、お、牧場がなんかちょっと牛がいるよ。はい。うわ、でかっ。このストレスフリーな。ちょ、え、牛たちは。牛でかっ。え、今ヤギ。牛に対してヤギで対抗した今。やっぱどの子も振り向いてくれなかったですね。なかったね。はい、さあ、そして見えますわ。ちょっとチーズケーキ工房と書いてあります。雰囲気やんか、ここ、はい、このだから牛たちを見ながら。いや、だってみんなが思うやっぱナスでしょ、これ。ザ牧場と。ザじゃないですか、これが。ザですね、はい、ザつけましょうかここはザナスと。ザナスですやん。チャリ旅。さあ、こちら、ここマニオ、マニワ、マニワファームね。マニワですね。ワニマでもないのね。いや、ワニマじゃない。歌ってないんですよ、ここ歌ってないね、はい、ね。お邪魔します。あ、こんにちは。こんにちは。あ、店内も昨日やっぱ雰囲気が、はい、あったかくておしゃれですね。あ、まだよかった、ちょっとあったよ、これ、はい、さあ、やっぱチーズケーキがね、メインですからね。僕、じゃあこっちのベイクドチーズケーキのいちご、いちご、とちおとめ使用、はい、気になるのがちょっとこの雪解けサンデー。雪解けは何でしょう。雪解けはレアチーズケーキね。へえ。あの、自慢のソフトクリームを乗せたもので一緒に食べられる。雪解けの上に、はい、私らサンデーの意味が分かりますね最初ね、これ佐野元春の歌かなと思いますもんね、サンデーというのね。俺これするわ。あ、雪解けサンデーにするわ。雪解けにサンデーで、はい、サンデー、俺ご主人サンデーにね。え、以上でよろしいですか。はい、チャリ旅。じゃあ、いただきます。え、これ何でしたっけ、商品名。で、これは、雪解けにサンデーちょっと音も外してるからよくないけど下にレアチーズケーキって言ってたんで、
どこまでが、ね、チーズとか。そう、もう見ても分かんないけど、うんうん、うおお、いや、いいね、濃厚かける濃厚。いや、さらにこうチーズのこうぐわっとうまみが絡むね。わあ、うめえな。これはもう名物ですね、やっぱね。チーズケーキ工房さんが作る。さすがです。ちょっとじゃあチーズケーキもいいですよ。いいですか。いっちゃってください。なんで水やねん、さっき。いや、それちょっと潤して。あ、びっくりした、ボケから思った。違います、すいません。あ、ちょっとなんか、はいはい、イチゴが入ってそうな。もうそこ多分見えてるのはそうでしょう。はい、あ、プルプルです。あ、本当や、はい、押した感じの、はい、プルプルで、下がちゃんとしっかりした土台があってね、はい、すいません、じゃあいただきます。はい、なんか食感もなんそう。うん、お、早いね。早い、もうイチゴ。あ、そう、うわーって今チーズもだけどイチゴの持ってかれます、今、香りと味で。うん、チーズケーキとイチゴ合いますね。合いました。合います。いや、もうやっぱこっち来たらやっぱこのスイーツうまいよね。ナスの、この、はい、美味しいし、ね、なんですかね、やっぱこの景色と相まってるんですかね、余計な。はい、いや、まあ、もう一回あるんやもんね、まだまだ。いや、もうちょっとほんま美味しいもんばっか食うてるしな。こっからまだまだ。まだあるんですね、はい、もう申し訳ない、こんなお仕事で本当に楽しい思いばかして。いや、これがお仕事ですから。そやな、はい、こんなお仕事あんねんな。まだまだ満喫していただいてありがとうございます。ぜひ皆さんもね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。そして4回目になります。次回さらにね、どこに行くのか皆さんお楽しみに。お楽しみに。